はい、皆さんこんにちは。USJ の向こう側には何がある、続きです。桜島駅にやってきました。改札の手前に、こんな表示がありました。ここは USJ の最寄り駅ではありません。 USJ はユニバーサルシティ駅が最寄り駅です。 If you want to go to USJPlease return to Universal City Station. There is no the entrance of USJ in this station. ということで、間違ってここまで来る人が多いということでしょうか。はい、改札の外に出ました。駅前はこんな感じです。JR 桜島駅、桜島線の、一番端っこです。終点です。そして駅前にこんな立派な大きなホテルがあります。リーベルホテルアットユニバーサルスタジオジャパンです。名前からして、USJ の観光客用のホテルだと思われます。ジャランで調べてみましたところ、今月の終わりの平日に1泊大人2人でしたところ、食事なしです。9000円の部屋と1万2000円の部屋がありました。今動画作ってるの1月2日なんですけども、明日1月3日に大人2人で1泊した場合、食事なしで3万円、3万1000円、3万3000円でした。参考までに。目の前に見えている高架は阪神高速5号湾岸線です。大阪の天保山、海遊館のあたりですね、から神戸の六甲アイランドまで行っています。USJ のスタッフの人の出入り口を見つけました。ここから客は入ることができません。あくまでもスタッフだけの出入り口です。はい、USJ を後にしまして、これから発見したもの、気になったものを、レポートしていきたいと思います。まず最初、横断歩道を渡ったところに、大きな工場か倉庫らしきものがあります。白露特殊鋼株式会社大阪支店です。白露は、白い詐欺と書きます。本社は姫路にあります。特殊鋼という名前の通り、金属屋さんです。鋼材を作る仕事ですね。
株式会社八尾しげ、八尾屋さんです。あのカット野菜とか作ってます。ここが本社で、東京支店もあります。 USJ とも取引があるようなので、多分 USJ のレストランに卸してるんだと思うんですが、それではまた続けて歩きます。CCS さん、何の略かと言いますと、セントラルコールドストレージ、日本語にすると中央冷凍でしょうか、冷凍庫だと思います。この辺り、CCS さんの倉庫が何軒かあります。月星庄司さん、最初靴屋さんかと思ったんですが、なんかそんな雰囲気ではないし、調べましたところ建設資材屋さんでした。靴屋さんは月星火星です。今はムーンスターですね。ちょっと名前似てますけども全然違います。はい、阪神高速湾岸線が見えます。イメージとしては倉庫と工場っていう感じですね。それではもうちょっと見て歩きたいと思います。はい、三菱倉庫はもう省略します。今目の前にある桜島不動産、元三井財閥系の会社です。財閥解体で旧三井物産の不動施設一切を引き継いで、設立されました。東証二部上場で、ここが本社です。さらにずっと歩いていくと行き止まりになりまして、護岸工事をやっているようでした。ここにいたら、現場の人に声かけられまして、中には入らないからということ ですぐ近くに公園がありましたから、そこは入ってもいいということで、そこでちょっと一服して帰りました。駅の近くまで帰ってきました。遥か彼方に、海遊館が見えます。
はい、ということで、駅に帰ってきました。桜島のイメージなんですけども、まず USJ の雰囲気がちょっとだけまだあると、それとやっぱり港湾ですね、港と倉庫、どちらかというと下町の雰囲気です。それでは最後おまけです。ご視聴ありがとうございました。